あ、私ごめんなさい。はい、はい、今から4回戦を始めます。おいって言われてる、すいません、ごめんなさい、私がグダグダやと思う。前半戦も丸くなりましたね。そうですね、もう9プラス9プラス13マイナス22と、はい、めちゃくちゃ丸くて、3回戦でこれだったんで、あと後半戦の3回戦でも本当誰がトップ取るか。そうですね、もう配信を開始してますので、まあ、着順勝負に最終的になるかもしれないぐらい。なんか本当初めてですよね、この間はすごい、はい、だいたいマイナス200プラス200みたいな、そんな感じだったんですけど、もうすごい400ぐらい変わったりとかしてたのに、こんな10とかしか変わらへんのって逆に逆にあのワイルドカードはちょっと狙いづらいんで、もう本当にトップじゃないと結構苦しいかもしれないですね。100万とかも出してほしいですね、うん、せっかくなんで。みたい。さっきの国士めちゃめちゃ惜しかったんですけどね。なんか今の休憩の間も皆さん国士の話をしてたみたい。でも国士って本当出やすいですよね、3人麻雀だったら。そうですね、まああの、うん、結構あっさりテンパっちゃうんで、その、うん、4人じゃとイーシャンテンが進まないっていうのが良かったりするんですけど、うんうん、3人じゃと結構イーシャンテンがサクッとテンパしちゃうんで、うん、あでも国士といえば先日のリーグ戦で、はい、はい、リーグ戦で、はい、8巡目に4人打ちなんですけど、はい、8巡目にシャー切ったらロンって言われて、私国士しかも親国振り込んで、はい、1週間ぐらいちょっと辛かったんですけど1週間引きずりますね、はい、引きずりますよ、まだ引きずってますからねそうそうそうね、4人打ちでも8巡目って珍しいですよね、うん、まあ8巡目だったら まだ、うん、まだなんとか4巡目とか5巡目とか聞くともう本当にうわ事故、うん、8巡目でも捨て牌で、うん、いや分かってたんですけど、分かってたんですけど大丈夫かな、そうそう、やってるっていうのは分かったんですけど、やってるの分かってもまだ大丈夫っていうのは分かるかどうかっていうのはやっぱり、たまに全く甘いのない国士とかあるんですけども、そういうのは本当にどうしようもないですからね。そうですね。え、あるところで3万打ってたら9死9敗で流す人いたって、あんまり3万って9死9敗ないイメージですよね。そうですね、ないところが多い、多い、まあ、さっきちょっと話題になってた天王サンマーは確か9死9敗流せるんですけど、へ、はい、確か流せる、間違ってるかもしれない、まあ、初めて聞いた、あんまりないですよね。だって国士に行きますよね、うん、まあ、国士に行くかどうかは9死9敗ぐらいならやっぱりちょっと行かないと思うんですけど、へ、私めっちゃ数えますいつも、流せる、流せる、9死9敗、まあそのうん、自分の国士もテンパりやすいとはいえ、他の人もやっぱり普通の4人打ちがあると速度速いんで、うんうんうん、まあ、9死9敗ぐらいじゃやっぱり間に合わないかなと思いますね。どん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 のサンマが9死9敗に流せる、あそうなんですね、どんどん3人打ちも結構やってる人多いですよね。お作品さんは どっちもやってるんですか、テンフォンも。天保のサンマはちょっとやってセンスがなくてやめて、うんうんうん、ロンドンはサンマはやってないですね。4人うちの天保が一番、はい、はい、もうそっちメインというか、うんうん、僕のリーグ戦はそこですさっき勘違いしてて、私アサビンさんプロやと思ってて、そうなんですよ、違かったですよね休憩時間 に、はい、休憩時間にアサビンさんリーグ戦打たないんですかって、うん、えってえでも多分思ってる人いましたよね、思ってないんかなどうでしょう、はい、はい、はい、では対局4回戦スタートします。はい、はい、後半戦スタートしました。はい、ちーちゃがジャンピアさん、はい、ジャンピアさんから、順番にフェニックスさん、ファウストさんという席順ですね。はい、ドラが花ハイ、これ花か、そうそう、 GPC は打つやろ、リーグ戦 GPC ぐらいですねっていう話をしてたんですけど、ほらプロだと思ってた、ほら来た、よかった
所属はしておりません。野田が花ハイですか。はい、花がドラドラ。花がドラドラ。花ハイを1枚抜くと野田が2枚になるというやつですね。花ハイがドラの時だけドラの枚数って減っちゃうんですね。そうですね。花20枚じゃなく、何枚になるんだ、18枚になるのかな。花が出てるのがジャンピアさんの1枚だけかな。さあ、手はどうでしょう。ファーストさん、捨て牌が手前の方にさっきまで普通でしたよね。そうですね、なんかいや、さっきも地山が亡くなった時は、下げてたんです、まあ、見えなくなるところまで行かなければ大丈夫。戻してくれましたさあ、ウーピンを切って目いっぱい。そうですね、受け入れを重視するならウーピンが一番、いいと思います。赤ウーピン無理に使い切ろうとするとちょっと手狭になっちゃいますからね。ファウストさんは本一に、向かいますね。はい、赤ウソを切って一気に本一に寄せていきます。おっとでもなんか4人うちだとドラを切ったらこうワッと目立つけど、そうですね、あんまりもうドラがいっぱいありすぎてこんなにドラワーク全然赤くてもみんな赤切ってますもんね。お、曲げた。お、はい、フェニックスさんローキューピンのリーチ。さあローキューピン、場には1枚も出ておらず、手の内にこれで今6枚目がジャンピアさんの元に来ました。残り2枚。お、残り1枚。さあこのローキューピンリーチ打ってる側からしたらそんなに多分悪い印象ないと思うんですけど、実際は残り1枚。お、三蔵引き。切れる牌が、そうですね、今通ったリャンゾーを取り落とし、イーソーも切れそうですね。リャンゾーイーソーと切ってテンパイを取れるかもしれないですね。さあファウストさんは完全に染まりましたがまだいいシャンテンですね。パーピン、筋のパーピンですが、まあ一旦いいそう。お、これはパーピンを切ると一応テンパイ、筋のパーピン。そうですね、このパーピンは2枚切れなんでかなり切りやすそうですね。さあリーチいきました。ローピン9層のシャンポン、まあ、親なんでというのもあるかもしれないですね。小さでも9層が、9層残り2枚してます ね、ありますね。山にいる枚数は1対2。9層の方が高くなった、一気に高くなった。数層、あーと、でもファウストさんまだ吸収やっぱ硬いですね。テンパイなら打ったかもしれないですが、さすがにいいシャンテンからはという1対1。お、まあ、テンパイで勝てないか。そうですね、はい、1ピン3ピンも消えないんで、テンパイは取れないですね。流局しましたね、はい。フェニックスさんとジャンピアさんのテンパイ、テンパイ量はもうそんなにビビたる感じですね、はい、本当にビビたる、はい、何も気にしなくていいですね。4人打ちだとテンパイ結構ね、テンパイ量重要になってきますもんね。はいはい、4人打ちで1人脳天とかもなんかちょっと辛い、下手したらちょっと安い補充しといた方がいいぐらいまであるんですけど、3人打ちはもう安い補充っていうのはほぼないんで、まあ流局しても最悪2000点で済みますからね。そうですね、4人打ちだと3000点とかなんですけど、2000点の補充ってあんまりない。ないですね。ドラがチュン、ドラがチュン、チュンはフェニックスさんに1枚。まあもうこういう自敗のドラなんてもはや
もはやって感じですね、うん、30日だと別にいつ切っても、はい、ね他のドアがいっぱいあります、うん、どこが早いですかね。ハフトさん3000点、表示が3000点になっちゃってますね。3万3000点あるはずです、うん、仕掛け入りましたね、ジャンピアさん、ペイのポンいいシャンテンですね、はい、親番で花を1枚抜いてます、うん、まあ、できれば両面で、両面をメンツにして満貫にしたいところですが、 Q1 のポンとかするんでしょうか、どうなんでしょう、するんじゃないです、ポンテンだったら。さあ、三ピンが貫通、よくわからない形になってきました。お、貫、強気、あ、強気の貫でドラが2ピンになりましたね。お、さあ、よくわからないですが、ロー級ピンリーチなんか気持ち悪いですね。そうですね、まあ、三ピンのあんこと34445で頭が数ピンっていう形ですね。さあ、ローキューピンは、キューピンが場に3枚出てますね、手の内にも1枚あるんで、うん、キューピンはありません。ローピンが残り3枚、なんかああいう自分が関してテンパイしてない時にリーチかけられたら嫌ですね。うん、嫌だけど、まあ追いついたら押すでしょうね、親が、はい、まあ、親でこの点、この形からなかなか見ないと思います。まあ、スーソー切りかな、スーソー切ると中筋ですが、まっすぐスーソー切るんじゃないでしょうかね、うん、はい、いきました、広く行けますね、まあ、ヤンドギリーチですが、うん、イーソーは切れてるんで当たるとしたらスーチーソーだけと、それぐらいならスーソーですね。さあ、掴んでしまった。さあ、このローピンは、うん、先ほどのスーソーよりもかなり危険度が高い、うん、見た目からして危険ですが、あ、やめ、お、回りました。うん、あ、ドラがあんこになりましたね。 Q1 の統一落としで回っていきましたね。回る場合も Q1 の統一落としかあの数層、うん、数層って切っていくかの2択が、選べたんですが、 あ、積もりました。裏はなし、裏はなし、リーズもリーズも赤赤赤赤、はい、タンヤを漫画なんで3000、ね、5000は6000、4000、4000、6000、あ、反対でしたね、乗っけろ落としちゃんって言われてます、はい、さっきいっぱい乗っけたんで、ね、うん、まあ、ちょっとぐらい少ししばらくおとなしくそうですね、もうトシちゃんに浸透しましたね、あだ名が。すごい厳しい厳しいですね、うん、乗せれる、乗せたくて乗せれるもんではないですからねはい、で親がフェニックスさんですかね、ファーストさんか、ファーストさんが親、今トンの2曲3曲表示がフェニックスさん、表情がジャンピアさんになってるか、トン3曲かな、うん、あ、そうか、さっき脳天で俺は流れてたのか、もしかして、ん、違う、ハウスさんだ、あれ、親はフェニックスさんで会ってます、ちーちゃフェニックス、ちーちゃジャンピアさん、あれ、ちーちゃジャンピアさんで会ってます、うん、フェニックスさんのところにちーちゃマックスしてる、あれ、あ、クズナさんクズナさんが間違ってたはい、すいません、表示が多分正しいですね、ごめんなさい、そしてリーチがかかってますね、3巡目リーチ、フェニックさん、E ピン初のリーチ、はい、親番がファウストさん、表示が正しければ親番がファウストさんで、なんちゃのフェニックスさんから、リーチが入ってます。ドラがパーピン、あ、この E ピン初はE ピンが1枚、使われてるだけですね。ハツが2枚1。3枚ある。うん。うん、ファウストさんは、ドラはまっすぐ行かずに回りますか。積もりました。積もりました。裏側花。花乗ってますね。花1枚乗ってますね。はい。
ニーズも青。ニーズも青、ドダドダドダ。ドダ。跳ね。跳ねまん。あれ、表示がおかしいんか、レセンは。絶好調ですね。絶好調ですね。普段も乗りました。はい。ちゃんと乗せるよって言われて、乗りましたね。なんか積もりまくってますね。よく考えると。うん、積もって。さっきのハンちゃんぐらいからひたすら積もりまくってます。早いですね。そして打つのが、うん、スピードが速い。ああ、ちょっとジャンピアさん苦しい。そうですね。ファウストさん今パーソンを引いて、なんとか戦える形になったかな。うん、ペイが向こうになりました。ファウストさんがスピードの面では一歩リードしていますかね。うん、おでもこれでジャンピアさんが一気にペイ数ピンと引いて形になりました。仕掛けましたね。フェニックスさん、チュンのポン。いいシャンテン。さあ、これは赤ウソを切ってトイトイと、メンツでのマックス。フェニックスさんの手はチュンのポン、から入ってるんで、うん、まあ、トイトイにならなければ安手ですが、お、リーチ。さあ、ファウストさんから親のリーチ。まあ、チワイスーソー。フェニックスさんのところに5枚ありますね。5枚も、まあ、ただその5枚以外、そうですね、まあ、5枚持ってましたが残り3枚生きてたんで、リーソクズもドラ、リーソクズもドラ、マンガンの1枚と、はい、3,000-5,000、うん、はい、あれ？あれれ？今動きましたね。なんか親が違ったみたいですね。うん、フェニックスさんが親だったんですか？あ、連チャンしてて、え、まだトン2曲ですか？え、あれ？ちいちゃマークまでやっぱ変わった。ちいちゃマークが間違ってましたね。え、これ何1曲ですかね。トンボ終わっちゃった。今ですね、今おそらく正しい表記になったんで、何の1曲ですね。はい、ごめんなさい。やっぱり合ってましたね。うん、すみませんでした。大変失礼いたしました。はい、で、何1曲、親がジャンピアさん。そうですね、花は抜いても一発が残ります。はい、空気です。リンシャンにもならないですし、まあ一発も残る。ただ、まあ、あの川に切ることは一応できます。よっぽど安牌に困った時はもう、そうですね、そうですね、切れますね。置いてるのが見え見えにはなりますが、花を切る方がいい時もあるかもしれないですね。今ファウストさん花を手の内に残しましたが、うん、これは抜き忘れですね。はい、あの上がれそうですね。全然白もペイも無理です。はい、でフェニックスさんもソーズの本一、うん、ジャンピアさんも、まあ形がそこそこ良くて、てかめちゃくちゃいいですね。テンパイや、テンパイしてますね。ペンチーピン今ダマにしましたが、あ、本当だ、ペンチーピン、あ、これで引っ掛け、モロヒかな。お、当たった、モロヒ、モロヒ師匠モロヒ、師匠モロヒ、なんか嫌やな。、うん、空中戦になってます。そうですね、うん、ちゃんと本命してほしいですね。さっきのシャーターン機があっただけにちょっと嫌な感じもしますね。うん、あのつもぎりリーチを見せられてると、まあ、この人のつもぎりリーチはよくわからんということになって、まああんまり甘い牌を打てないかもしれないです。それを狙ってのベンチーピンだったりして、スーピンを持ってきたのはたまたまで、うん、お、あ、出そう、あ、出た、モロヒ出た、モロヒリーチ、モロヒ4つ、リーチ、モロヒ4つ、マンガンですね。リーチ4つ、はい、ハネワンじゃなくてマンガンですね。はい、ワンツーですね。でも結構丸くなってきましたね、今の報酬 で、 そうですね、はい、今、報酬したのがフェイクさん、はい、結構辛口ですね。塗るってかわいそう、出ますよそんな。いやでもまあ確かにイーシャンテンでしたからね、まだ、うん、イーシャンテンで形がそんなに多分良くなかった。結構ね、トシちゃん、トシちゃんに辛口コメント来てますね。ぬるぬるって言われて。
さんの応援コメントはちょっと今日辛口です、うん、ですね、まあ、身内だけに辛口だっていうのが身内っぽいですね。親のジャンピアさん結構早そうじゃないですか。そうです ね、おさあこれでいいシャンテン、うん、手もポンで、あ、もちもちか、手とシャー、うん、うん、まあ、シャーがドラですが、ペーがもちもち、うん、自力で上がるのはなかなか難しいかもしれないですね。これで老僧にくっついたらペー落としていきますかね、うん、さあフェニックスさん、今怖い手が出来上がりそうですね。フェニックスさんはよく、またよくわからない手ですが、ヤンシャンテンですか、まだ。これ、うわ、怖い怖い、これでシャアは出ますね、シャアは泣けない。あ、そうですね、はい、あ、これでシャア、え、じゃあペイ落とす、ペイ落としていきますかね、うん、ピンフペイでしょうね、うん、うん、ペイを落としてピンフに持っていきますね。そのペイをファウストさんは泣かず、これはまだだな。ファウストさん動きませんでしたね、このペイ慎重、結構ね、守りがきつい、うん、あのペイをポンしたらあの手は結構かわし手になっちゃうんですが、まあ、ちょっとやっぱり、あ、でも私ポンしちゃいそう、そこそこ形は良くても不安なんでしょうね。あのドラも全然ないんで、いざという時に親に対して受けようっていう構えですかね。やっぱり自分でも言ってましたけど守備的な、はい、お、ピンズ、さあこれはテンパイです。うわ、パーピン、違う、パーピンか、お、さあなりまし、さあなりますでしょう、これ朝ピンさんに答えてもらいましょうか。え、てか早いですね、キロン、私考えないと、え、え、積もったん違う、今ウーピン、ね、いけるんじゃない、 ね、 いけるいける、積も、はい、ウーピンは積もです、うん、積もちなみに何待ちか僕ちょっと自信ないんで、これ突破カットしてもらっていいですか。突破、え、突破、突破、はい、え、何待ちだろう、何待ちですかね、これちょっともう忘れましょうか、忘れましょうか。2234444っていう形にが残るから、3も当たれますね、235ですね、はい、1は当たれないですね。チョークをしないとわからなそうな、という楽しみ方も、123のピンズを抜くと2234444っての4444って残るんで、その形だけで考えると割と分かりやすいかなと思うんですが、一応1とかちょっと万が一のことを考えて、ね、ちょっとチョーク入りますよね、私絶対めっちゃチョークしますね、今1が与えるかどうかをちょっと考えるのに時間かかりそうですね。なんかすごいのが上がれましたね、今日、うん、あ、普通の色の突破ぐらいですか、突破ですね、いつも鎮逸赤、突破ですね、そくりセナもったいない、確かに、ただ普遍になると下手したらチョンボになっちゃいますから、マジね、間違えたらね、はい、4人打ちと違ってリーチ後に見逃しちゃうとチョンボになっちゃうんで、ちょっと不安な方はリーチしない方がいいですよね、バッチリ分かる方は、お、白衣装級は、うん、まあ3と1あるんでまだでアンシャンティですか、しかしが入った模様、初のポン、ファウストさん今度は結構遠いところからでも仕掛けていきました、まあ親番なんで、親で役役あって本一に向かう仕掛けですね。ドアのイーソーも統一と、さあそのイーソーフェニックスさんに行きました、このイーソー出そうですね、後々、まあ、テンパイ気配が入る前であれば後々出そうなイーソー出ますよね、これいらない、今聞いたそうでしたけど、もうワンフード入ると出ないかもしれないんで、どうですかね、あ、これで出てポンですね、はい、うんうん、あ、どうぞ、フェニックスさんの手はどうかなと、いいシャンテンですね、今3ピン切りました。ちょっともうやっぱり本一警戒ですかね、だってもう遅いから無理っぽいですよね、まあ、いいシャンテンだったんですが、いいシャンテンから1位層で補充するぐらいなら
さあこれで天敗したんでチーソーでリーチですね。天敗なら勝負と。リーチが本当好きですね。うん、さあスーピン、スーピンはやめましたね一旦。チーソーはこれでノーチャンスになりましたが、ただパーソーが脇から出ることはそんなになさそう。パーソートン。ああ、止められた。当たり牌の三蔵を吸収して転敗しましたが。裏はなし。リーズも。リーズもドアドア。はい。はい。漫画ですね。三千五千。さあ、フェニックスさんひたすら積もります。おだす。早いですね、やっぱり三人麻雀。うん、オーラス、トップはもう確定といった感じですね。うわ、花さん、花さん、花だらけの花さん、赤もしかも形もなんか結構良さそうですね。うん、手も泣けるし。あれ、あ、びっくりした。今ちょっと勝敗するかと思って心配しました。さあ、ジャンピアさんも結構いいですよ。うん、9番ファウスト3枠し、ただファウストさんとジャンピアさんちょっとこの曲の倍満積もったところで4万点いかないですね。そうですね、まあ、この曲の目的がちょっと見えにくいんで、うん、もうまあもう軽く上がるか、もしくは上がってもチップもらってっていうぐらいしかないですよね。軽く上がるか、もしくはリーチをかけるか、うん、あのほっといてひたすらもうフェニックスさんに連チャンされまくってっていうパターンが最悪なんで、うん、軽く上がるのも全然ありだと思う。なんじゃ出たら泣くかな。うん、泣くと思いますよ。無理してリーチに行くよりは。あ、なんでましたね。まあ、フェニックスさんこの曲に関してはもうほとんど補充も痛くないわけなんで、うん、多分押してきますし、ね。うん、仕掛けてますね。なん、はい、あのこういう完全安全圏になった時に、うん、まあ稼げるだけ稼ぐとか飛ばすとかそういったことはしていくと、うん、この法廃のルールでは非常に有利になります。あ、リーチ、リーチペー、さあペーと言いそうのシャボ恐怖の親リーですね。これ掴んだら出ちゃうな。これには脇二人はもう相当押しづらいと。あ、転敗した。リャンゾーと、うん、E1 はとりあえず切ってリャンゾーとトンのシャボ、これがスッと上がれると楽なんですが。そうですね。リャンゾートンは1枚ずつ。イーソーペイは？イーソーペイは？イーソーペイは誰も誰も持っていなかったんで積もりましたね。リーズも白。ドラドラドラ。三四五。ドラドラドラ。倍満ですね。突破ですね。数えるまでもなく倍満です。突破に飛びますか？飛びますね、どっか。いや、まだ飛ばないですよ。2万点と1万7000点ぐらいありました。2万1000と1万7000だった。あ、続行した。続行ですね。さあ、さすがに続行しますね、これは。シャカリキ頑張るって言ってたんでね。あ、いや、いや、選択制です。そうです。まあ、こういう、もう、まくられる心配もなく、首を、まあ、4万点ですね。4万点をキープされる心配もなくっていう状態だと、やっぱり飛ばしに行ってチップも取れるっていうことで、親は連チャンした方が得だと思いますね。これ今すっごい楽しいでしょうね。こういう時ってすごいオーラスですごい自分展望持ってる時ってめちゃくちゃ楽しいですよね。エンペラータイムっていうやつですエンペラーエンペラー、あ、でもジャンピアさんインシャンテンでファルストさんの手がやばい。なんだこれ、やばい。これ赤6、まあ一応チートイツのインシャンテンでもありますね。まあこの手だとチートイツがむしろ本線になるかもしれない。うそうですね、チートイツドラが4枚トイツドラが6枚もうトイツになっちゃってるんで結構チートイツで動かしやすい手配ですね。うん、3人麻雀は4枚使いできますもんね、うん、チートイが4枚使いの4枚目積もって上がってみたいですけどね、うん、なかなかそれはできない。まあ他の町と絡んでる時にうっかり4枚目を積もって上がれる時はたまにありますね。これは上がりたいでしょうね、もうこんだけ真っ赤っかだったら、うん、眩しいっていう。眩しい、うん、眩しい。目がおかしくなりそうですね。赤
かチカチカしそうですね、うん、フェニックスさんは目に優しいテンパイ入ったダマダマダマチーピン、そうですね、まあ、ここはダマの方がいいかもしれないですね、首が欲しいですもんね、はい、まあ街も変わるかもしれないし、ダマダマダマ金切り、うん、これファーストさんのチーピン、そうですね、ファーストさんのチーピンが結構危ない、さあフェニックスさんはこれ、うん、まだいいシャンテンですね、ギリギリ目に優しい目に優しい目に優しい手ですがテンパりました、うん、カウピンダマ、あごめんなさいカウピンじゃなかった、ベンチーピンですね、チーピンダブロン、チーピンダブロン、あでもこれで出にくくなりましたよ、うん、さあ、フェニックスさんはいろいろ手代わりもありますね、勝者輪への変化もあります、さあ、勝者になりました、チーピン、うん、ランペイコン、今のキューピン短期に受けてると報酬してましたね、急走、うん、を切って回っていきます、チュンはションパイ、どうなるこのチューン誰も持ってないションパイなんですね、さあジャンピアさんもテンパイを崩した、あ崩してはない、ごめんなさい、役、うん、を役なしになりましたね、またチーピンこれ出てないですね、うん、あシャオもつもぎり、うん、ノータイム、ローピン切ってリーチ、リーチじゃないダマかな、ローピン切って3ピン、うん、3ピン待ちのダマ、さあ数ピン、数ピンもつもぎり、もうこの終盤でこんなローピン数ピンでできたら嫌でしょうね、残ったジャンピアさん、でも自分も、うん、ね、自分もテンパイはテンパイなんですが展望がないですもんね、ただもう上がりの出上がりできないテンパイに受けちゃいましたからね、うわー、このチューンは変えるんじゃないです、変えますかね、チーピン切って、はい、さっきスーピンを自分で通したことでチーピンも切りやすくなってます、このチーピン、あのジャンピアさん、うわー積もった、うわー強いわこれ、小スモ小シャリン、トッパンスモ小シャリン、ドラドラさん、ドラさん、うん、小シャリン、トッパン、トッパン、2人とも飛ばしましたね、うわデカトップだなこれ、うわこれは決定だかな、トシちゃんちょっとやりすぎじゃないこれ、11万点の2人飛ばしトップ、うん、2人飛ばした、これちょっとジャンピアさん悔やまれるとこですね、でもあのチーピン負けづらいですよね、ちょっと、まあ、ローピン切ってピンペコのままにしてるとあのチーピンで捉えられたんですよ、そうですね、チーピンあれはちょっと捉えたかったですよね、うん、結果あれを捉えてれば今の上がりがなかったっていうことを考えるとちょっと悔やまれますね、そうですね、本人も多分悔やんでると思います、うわー最後積もりましたね、力強かったな、優勝の積もって書いてありますけど、いやまだ2回ある、まあ、まだ、はい、うん、まあ、これで、まあ、例えば、今飛んだどちらかの、うん、チームが2連勝すると多分まくれるんで、そうですよね、はい、まあ、どっちか、うん、次トップ取ってそのチームには多分条件残りますね、うんうん、逆に次トップ取れなかった方はちょっと条件がきついですね、はい、きつくなっちゃうと思います、うん、お前さんの隣に座りたい、すいません、いやいやいや、はい、結果が来ましたよ、はい、はい、ジャンピアさんマイナス70、おフェニックスさんプラス160、ファウストさんマイナス90、いやー1回で147、うん、ね、恐ろしいですね3人マージャン、やっぱり2人飛んだから大きいなこれ、まあ、とにかく、フェニックスさん以外は次トップを取ることですね、トップを取って何かしらの条件を残すと、そうですよね、うん、
諦めなかったら、うんうんまあ、あのトップと飛ばしとかで結構やっぱ、150ぐらいは変わりますから、うん、やっぱ2人飛ばしたら大きいですね、こんな100以上、うん、2人飛ばしイコール自分がまあめちゃくちゃ点数も持ってますからね、うん、2人とも飛ばすってことは、まあ、今だと12万点ぐらい持ってましたけど、うんそうですね、飛ばし出す引かせたら60つけます、うん、みんなプロではないですね、雀荘のオーナーさんだったり、そうですね、はい、社員の方だったり、雀荘のオーナーさんとか店長さんとか、うんまあ、あるいはもう専属のプロの方とか、うん、いろいろそのお店を代表する方に来ていただいております、うんまあ、今日はたまたま一人だけ連盟のプロの子がいますね、さっき大トップ取った。はい、それでは5回戦、はい、はい、お願いします。はい、ちいちゃはファウストさん、うん、フェニックスさんじゃないかな、あれもっと間違ってるのかな、ファウストさんにあの磁石がついてる。ファウストさんでやってるわ。ファウストさんですね。すみません。なんちゃが。なんちゃがフェニックスさん。書き間違えてるかな。はい。でドラが。ドラが。ドラがわからない。ドラが急走。そうですね。言いそうのことをフェニックス。まあ。言いそうは一応法王をかたどってるんでしたっけ。え、そうなんですか。確かクジャクじゃん、ノースでしょ、多分。あれえ、違うかな、麻雀の神様の方をかたどってる。そうですね、神様みたいな、うん、で、もう仕掛け入ってますね。うん、仕掛けたのはファウストさん、親なんで。そうですね、はい、まあ、やっぱり基本さ、まあ4人打ちでも結構そうですけど、親とかやっぱりあまり降りないし、まあやっぱり洗いに極力向かう方が得になるんで、まあ仕掛けは必然的に増えますよね。まあ打点を作りたいっていうのももちろんあるんですが、もう参加せずに終わるのが一番やっぱりもったいないと思うんで、その相手も結構点数下がっちゃいますし。なんか勝手なイメージなんですけど、4人打ちより3人打ちの方が親をいっぱい親の時行った方がいいみたいな、ね、はい、感じしますね。テンパイ、テンパイ、お、さあ、たウー9ピン E1 のリーチが入りましたが、ファウストさん超ピンチですね、これ。そうですね、うわぁ、もうこれはほぼ補充の未来しかないって格好になっちゃいましたね。絶対出ますね、はい、9ピンリーチ白3丁山頂、はい、セーフですね、はい、万願、うん、8000点、まあ、一発じゃなくて良かったというところですかね。そうですね、もうどっちみち E1 でも当たりですもんね、うん、あれはもう補充しかなかったですね、はい、うん、まあ、もしかしたらあの9ピン手出しを見て、うん、あの仕掛けた後の9ピン手出しを見て統一落としを狙ったのかもしれないですが、うん、真相は分からないですね、うん、聞いてみたいですね、あと、うん、あのキューピンちょっと問い外しに見えると思うんで、うん、でドラが言いそう、フェニックスですね。まあフェニックス、うん、言いそうってほんといろいろ呼び方がありますよね。磯子とか、うん、とか柏とか言う人もいません。柏、はい、これは初めて聞きました。え、本当に結構あのお客さんで柏って言い張る人が。え、なんで柏？え、鳥のこと柏って言いません？え？え？それは知らないです。え、嘘、それ関西、知ってますよね、うん、柏、それから知らないですね、嘘。え？言うけど、あ、名古屋でも言うんだ、へ、え、朝ピンさんってどこの人なんですか？出身は福井です、ね、あ、だから言わないのかな、かな、まあ、結構関西弁の地域ではあるんですけど、うんうん、柏は初めて聞きました。曲げましたね、曲げました、町は、うん、町は町は町は、はい、なんか変な形のリーチが多いですね、うん
フェニックスさん多いですね。ちょっとまあゴツゴツした形になりやすいっていうのはあって、まあ、イーソーキって、やまあ役なしのテンパイージーですね。ファウストさんドアがいいそうですが、即で打ってなかったですね。本当ですね。はい。さあこのフェニックスさんの割はもう成就させたくないところですが。ファウストさんのこの受けがどう出るか。これで迂回。やっぱり硬いですね。うん、硬いですね。まあ、一枚切れとはいえドアと3ピンのシャボでリーチ打っちゃう人がかなり多いと思う。うわぁ、うん、喜んでリーチする人も結構いそうですけどね。はい。いや今これで言いそうのシャボ、上がってたからちょっとなら上がりがありましたね。さあジャンピアさんがリーチ、追っかけましたね。イースーソー3層、イースーソー3層、イーソーが場に3枚対照的に、ジャンピアさんはぶつけていきました。なんかあの町好きなんですけどね、このそうですね、あの形の町は、あの形の町なんか、はい、なかなか嫌いな人いないと思います、おー積もった、オナテンの3層を積もりました。リードもドラドラ、リードもドラドラ、はい、ワンガンですね。これは大きいですね、はい、フェニックスさんの親のリーチをかわして、漫画のつまがりです。やっぱみんな好きなんですね、暗黒つけ。やっぱりみんな、あれ、ね、なんかなってすごい気持ちいいですよね、あの町になってリーチした時、実際は両面プラス短期待ちで、ちょっとまあ両面にプラスアルファがあるぐらいのもんなんですけど、なんか感覚的にはもっと嬉しいですよね。なんかデザート感がすごい嬉しいですよね、おまけみたいな。あれでそのなんか中筋になった短期の方に刺さるとすごいイラッとするんです。ああ、わかります、もうねしますね。で親番がジャンピアさん、先ほど上がった、はい、ドラが両ピン、ここはきつい、ファーストさんきついな。さあ国士っぽいですが、ファーストさん、結構今日しんどいハイパイが多くて、そうです ね、まあ、今さっきの洗い逃しがちょっと痛いかなと思いますが、3品のトリップ落としからドラドラドラさん、お、国士が一歩前進、チューンがあんぽこか、あ、でもあるんか、チューン持ってますよ。さあ、これイシャンテンですよね。キューアンと、あ、ごめんなさい、リャンシャンテンでした。チューアン、キューアン、イピン、キューピン、ペイとイーワンとハツがトリツですね。ピアさんはちょっと苦しいが、さあフェニックスさんがいいシャンテン、フェニックスさんが速そうですね。あ、これでグッと良くなりましたね。グッと良くなったリーチですね。三層、うん、さあ親の一通、リーチするんだ。これはやばい。なんと、あらら、ただしこれイーソーヤンゾーが実はそんなに良くないですか。三層、イーソー1枚、ヤンゾーは1枚、そうですね、イーソーヤンゾーも残り2枚ですね。そしてフェニックスさんが3層を持ってくると缶ができずに放獣という。でもそんなんで放獣したらすごい寒いですよね。寒いですね、そろそろ次の対局、昨年のファイナリストの江坂さんも会場に到着してますね。ファイナリスト、ファイナリストってなんか響きがいいですね。ファイナリストってなんかかっこよさげに聞こえますよね。第3位選手が変わらず江坂さんの登場です、さあ鼻灰を抜かずにもう、そうですね、ああ積みました。残り2枚でしたがフェニックスさんの上がり、はい、リーズもチュンドアさん、羽マンですね。花は捨てても大丈夫です。なんでまあさっきぐらいのファウストさんの手だと安牌になくなったら花を起動っていうことになりますね。わあ、トシちゃん絶好調ですね。いや今の三蔵引きのテンパイがなんというか。
が強烈ですね。もう当たり牌でしたが、そしてそして解説は3つけなくてよくないハウスさん、店名だとなんか3つけちゃいますね、そうですね、なんか呼び捨てにしてるかな、うん、プレイヤー、例えば同団体のプレイヤーとかだともう呼び捨てが、あ、ね、まあ、基本なんですが、あとなんかチャイナ君はくんついてるから、そうですね、なんかね、さんいらないですよね、チャイナ君さんになっちゃいますからね、誰ってなりますよね。でドラガナ、お、ファウストさんすごい良さそう、すごいいいですね、うん、イーシャンテン、さあキューピンを切ると、あ、三蔵を切っていきました、さあこれで数値層ダマテン単品イーペイコードア3ドア4単品イーペイコードア4のダマ、ここ硬いですね、あ、ヤオさん、ずっと画面になってます、すいません失礼しましたずっと川を映ってましたね、申し訳ないです実はサウストさんにもテンパイが入っております、数値層じゃあそうファンかな、フェニックスさん、チュン、お、さすがにちょっとしてほしかったなまあここでカンする必要があまりなくなってきてますからね、うん、フェニックスさん、ここでカンするのはちょっとはさすがにやりすぎな気はします、冷静です、うん、なんかこう希望を持ちたいじゃないですか、いっぱいカンした瞬間多分終わりかかっちゃいますね、これ、そうですね、カンしないですねカンならリーチだよって言って多分数値層リーチが入っちゃいますね、うん、慎重に打ち回していきますが、うん、ドラのナンはちょっとどうしたものかと思ってますね、はい、この上でナンが出てフェニックスさんも合わせます、ダマテンだけど全然出ないですね、うん、そうですね、スッチーソーはまあ馬的にもあまり放たれそうな範囲ではないですね、まあ、枚数的にはまだそこそこ残ってますね、3枚残ってますかね、何切るだろうこれ、うん、安全度も考えると難しいですが、ウルソのつもぎり、うん、チップは点数に加算されるですよね、はい、うん、チップは、5ポイント、1枚あたり5ポイントとして換算されます、うん、あの輸送切りはなかなか面白いですね、パーソー自分で通したことで、うん、まあ、うっぱっそうがないと、で親の皮を見るとスッチーピンのダマ点がちょっと怖い、まあ、親とフェニックスさんにも、まあ、テンパイが入ったのもおかしくないということで、スッチーピンを切らずに、まあ、こうなるとスッチーピンを切ることになるんですが、まあそうですね、テンパイから切るのとイーシャンテンから切るのではまたちょっと違いますからね、お、ポンが入りましたね、フェニックスさん、スーピンのポンでシーソー9層のシャンポンテンパイ、あ、全員テンパイ入りましたね、うん、まあ、9層はもちもちです、シーソーが、あ、積もりました、ハウストさん、さあこれは倍満ですかね、単品積もイーペイコー、ピンフつかない、そうだ、単積もイーペイコー、跳ね、うん、跳ねまですね、うん、そうだ、ピンフつかないんだ、失礼しました、いえいえいえどうしても4人打ちばっかりやってるのに、ピン積もを数えちゃって、まあこれちょっとほっと一息ですね、うん、親で9000オールの上がり、だって結構早くテンパイしてたからすごいすぐ、そうですね、うん、引けそうやったからやっと引けたか、ピンズもはないルールです、うん、ピンフはロンの時だけつくんですよね、はい、そうですね、積もるとピンフは消えます、うん、なんでなんでしょうね、そう考えたら、うん、なんででしょうね、ねえ、まあ、昔からなんか関西の、うんうんうん、まあ、でもあの4人打
11でもピンフツモがないルールっていうのは結構聞いてたんですけど、それ打ったことないな。4馬はなんかピンフが主流な感じがしますけどね。不敬さんとかの矛盾とか実はピンフはやっぱりあったりするんで、その辺のことじゃないですかね。そうですね、なんかピンフだけ不敬さんありますもんね、うん、そうそう、本当はあの4人打ちの点数計算のピンフの計算ってちょっとおかしいんですよ。ピンフの場合ツモフがつかないって、うん、ドラが3分、なんか皆さん今回そこそこ、そうですね、ファーストさんがしんどいかな。さてこれで、うん、いいシャンテン、いいシャンテン、ジャンピアさんは、あ、これでテンパイ、ピンフードは、うん、あげましたね。ピンフードアドアのテンパイをそくりウッパーピン、4人打ちみたいな手ですね。そうですね。メンピンズアドア、ウッパーピン一発も、速ズモ、リー速ズモ、はい、リー速ズモ、3、4、羽根2、4000、8000は5000、9000かな、ん、そうですね、はい、4000、8000は5000、9000の2枚。渋いおっちゃん。さあこれでちょっと苦しくなったのが今親が流れたファウストさん、うん、このハンちゃんちょっとトップ取らないと厳しい状態なん で、ね、うん、親が流れた状態、この曲上がらないとかなりきつくなりますね。まあただ勝負手、ドラガパーソですか。お、ドラガパーソ、うん、なんと、ファウストさんのお手がドラがいっぱい、1、2、3、4、5、6、7枚、ん、花を2枚抜いてるのかな、 1枚かな、うん、勝負手ですね。あ、でもリンシャンハイが2枚減ってるからやっぱり2枚抜いてるんじゃないですか。ごめん、1枚か、あ、じゃあフェニックさんが抜いてる。あ、1枚ずつですね。うん、ドラ7。さあ、ドラ7のこの手はなんとか成就させたいですが、3人打ちに食いたんは上がり役、うん、3人打ちの食いたんは上がり役ではありません。多分食いたんあったらすぐ終わりますもんね、ね、もっと、うん、まあ。あんまり対応にならないと思うんですよ。この、うん、このハウストさんの手とかもすごい食いたんにしたいですけどね。たまにチーとかしたくなりますもんね。ないけど。それめっちゃチーしたいっていう。おっと、あんた。マグナムの手なになってきた。ドラ8。まあこれ数え役満までひょっとすると見えるかもしれませんよ。リーズもタンヤオさん、こうドラ8みたいな。数え。僕も3人うちの店行ってすぐチーって言っちゃって上がり放棄なんですよ、うん、え、嘘。え、チーって上がり放棄なんですか。上がり放棄、あ、許してくれないんや。お、スワンコ、え、ロマンス始まりましたね。おーさあ、うわー、そう、そぎります。おっと、固定した。もう完全に決め打ちましたね、うん、もうやる気満々。そしてフェニックスさん、リーチ、ベンチ、カンチーピンのリーチ、ここではハウストさんは報酬はしない形になっております。かな、モロフィアから出ないかな。チーピンは残り1枚。さあ、ここでファウストさん追いつくと面白いですが、追いついてほしいですね。ちょっとドキドキしたい。ただし、リャンゾーがもうないですね。リャンゾーがなくてウーソーが残り1枚。厳しいですね。リャンゾーポンしないのか。もうさすがにするかもしれないですね。いや、あの、さっき言ったリャンゾーですね、うん、まあ、ポンしてドラ8のテンパイを入れておくっていうのは無難ですが、役満を見てますね。おお、テンパった。面白い、面白い。お、ダマダマダマ、え、お、仕掛けが入った。ダマにしたことで仕掛け入ったら、そこでリーチ。
あ、うん、三品当たりです。あやちょっと楽しみたかったな。これは一巡のダマだ。何三丁もしかしたら入れてしまったかもしれない。あれどうですか、リーチしてたらもしかしたら仕掛けは入ってなかったかもしれないですし、入ってたかもしれないです。ちょっとわからないところですが、いやちょっと一瞬だけ楽しめましたね、はい、さあこれで、はい、ジャンピアさんがトップ目に立ちました、はい、フェニックスさんが現在1万9000点、4万点はおそらく厳しいので、そこそこ差をつけることはもう現段階でできてますね、まあ、可能なら親番で稼いでもっと、うんうん、はい、縮めたいところではあります。ファウストさんはちょっと苦しいか。このお仕掛けましたね、白ポン白ポン、そうですね、ジャンピアさんはもっと点数欲しいとこなんで、うん、どんどん仕掛けてどんどん上がると、ね、親番で稼ぎたいところですよね、うん、ドラがまた花まあ、ここはフェニックスさんからたとえリーチとか来たとしても結構押しやすいですからね。そうですね、はい、あらら、ハウストさんがちょっとやることが難しい、4万点をキープして、うん、まあ、の次のハンチャンにかなり厳しい条件を作りに行くか、もう本当に100万クラスを狙いに行くかのどちらかですね。まあ、ちょっと今回数ランクをかなり見えるって形なんで、できれば100万に持っていきたいところです。でももうピアさんが上がりそう、うん、テンパイしてますね。うん、スッチーピン、スッチーピン、打点的には吐くドラドラ、花は抜いてないのかな、まあ、トンは泣かず、うん、このトン泣いてもちょっと面白かったですけどね。泣いて欲しかったですね。トイトイにもなるし、ハネマンになるんですか。あ、でも現実主義で、現実主義、はい、現実主義、次現実主義つも現実主義つも、まあ、テンパネしますね。何やこれ、26オールは3000オール、うん、じゃない、26オール、いや、4000かな、4000オールになるのか、うん、なんか不敬さんと丸っぽが重なってちょっとわからないな。4000オールになるでもファウストさん厳しいですね。なんか、うん、ああいう数アンコを3アントイトイとかもうリーチして上がれなかったらテンションだんだん下がっていきますもんね本当打ってたらモチベーションが、確かに、うん、もう結構なトップ目になりましたね、ジャンピアさん、うん、まあ、できればチップもしくは飛ばし、うん、どちらかは欲しいですね。そうですね、あの今の上がり、まあ、4000オール点数的には8000点入るんですが、うん、まあ、あのそんなに大きい上がりではないんで、うん、その後結局フェニックスさんにリーチって言って積もられたらむしろマイナスになっちゃいますからね、うん、できればチップのある上がりか飛ばし、ね、フェニックスさん飛ばしたら、はい、ちょっと最後楽しくなるかもしれないですね。そうですね100万のチップは何枚オール、100万のチップは、積もると4枚オールですね、うん、はい、出上がり6枚、積もで4枚オールです、うん、あ、積もった方が2枚得、そんな感じですね、うん、あ、差つけてるんだね、確か間違ってなければ大体サイリングって、うん、オールだよね、まあ、間違ってないはずですわ。我が参道で手はどうでしょうか。ジャンピアさんがまだ良さそうですね。ただファウストさんが、現在一番早いか、あ、合ってました、合ってますね、うん、合ってます、はい、数えだと、ちょっとだけチップが少なくなります、うん、今サブロー9ピンで曲げましたね。お、サブロー9ピンで曲げてこのテンパイ、うん、うわ、3ピン当たりでもチーピンでも一応、お、ね、回避3ピン待ち渋いですねこれ、うん、今の渋いこれ3ピン待ちですね、うん、
渋い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 けど渋いけどどうなんだこれは。どうなるんでしょうねこの後。このままね止めていったらかっこいいですね。これでこの後何も未来が見えないんですけど、どうするんですかね、うん、これで数層が切れますか。今同層通った。あ、そうですね、同層通りました。むしろフェニックスさんも、うん、もうここを打っちゃってもいいぐらいだと思うんですけどね。そうですよね、はい、まあ、飛ぶことはほとんどなくて、お前の連チャンが怖くて、うん、一発さえ避ければ打っちゃってもいいかなとも思うんですけど、ファウストさんに加点する分にはそんなにマイナスにならないですからね、うん、何切るんかな、うん、9ピンいっちゃおうかな。リーチにはピンが、あー、いっちゃった。そうですね、はい、はい、出上がり、メンピン、メンピン4か、4兆、はい、跳ねま、あ、こうやって、うん、ジャンピアさんから出るとフェニックスさんもにっこりですけどね。そうですよね、はい、うん、自分は何もしなくて、うんうんうん、ジャンピアさんがちょっと点数なくなった、うん、三面ちゃんやったらね、うん、早く暴れそうですもんね。はいはい、うん、まあ、サブドッキューピン実際はあのフェニックスさんのとこに333366999ってありましたけど、うん、あんなになってると思わないですもんね。打ってたら三面ちゃんやったら軽く上がれるって、うん、いやでもあのフェニックスさんの手難しいな。さすがに三ピン確かにこの形で打つのは抵抗ありますが、うん、でもやっぱ今の止めたんおーってなりましたけどね。チーピンもアンパイじゃなかったですからね、なかなか。チーピン打った後にちょっと良さそうな街来たらもう3ピン切って補充してもいいやってやっちゃうかもしれないです。そうですね、私も3ピン切っちゃいそう。確かに一発ではちょっと打ちづらい。うん、まああと同層でできた時に数層も流すになったんで同層ポンして、あ、そうだよ。はい、それでは結果届きました。ジャンピアさんがプラス2ポイント、フェニックスさんがプラス115ポイント、はい、ファーストさんがマイナス117ポイントです。はい、はい、ということで、うん、まあ、最終戦ね、フェニックスさんとジャンピアさんが、ね、まあ、100ポイント弱の差です、うん、まあ、全然いけますね。そうですね、さっきの、うん、半チャンで縮まった差がまあ大体120ぐらいあるんで、その同じことをもう一度すれば逆転できるという感じですね。ファウストさんの条件ってどうなるんですか。ファウストさんの条件はかなり厳しいです。もうさ、さっきのフェニックスさんが取ったようなトップならいける、うんうん、2人飛ばしみたいな、はい、そうですね、2人飛ばしだといけます。それだったら全然まだ希望がありますね。そうですね、まあ、希望があります。さっきフェニックスさんがやったことを同じことをやればいけると、うん、じゃあまだ最終戦誰が勝つかわからないですね、はい、これ、まあ、フェイクさんは逆に首を確保すれば大体大丈夫と。そうですね、フェニックスさんが有利ですねやっぱり、うん、10万点トップ取ってチップ。そうですね、さっき の、 フェニックスさんの2人飛ばしはチップはそれほどでもなかったんで、うん、まあ、2人飛ばしプラスちょっとチップぐらいですかね、うん、あ、じゃあでも全然、うん、まだ条件的にね、条件的には参入値の条件としては全然、まあ、現実的な範囲かなと、うん、はい、それでは最終戦の対局開始します。はい、最終戦始まりました。わあ、みんな緊張してるやろうな。うん、守る立場も結構緊張しますからね、やっぱりフェニックスさんみたいなもの、うん、最近結構配信対局とか出てて思うんですけど、うんうん、はい、ラスを引かなきゃ大体大丈夫っていう状態で卓越使うの結構緊張するんですよ。私それ一番嫌いなんですよ、うん、まだ追う方がマシですよね、はいはい、精神的になんか、うん、はい、意外とこう守る方が失敗してる。実際そのマージャンラスを引かない打ち方ってなかなかできるもんじゃないっていう、ね、なんかね、消極的に打てばいいってもんでもないですからね。うん、逆に恨めったりしますからね、はい。これは親番は誰ですかね。親番がフェニックスさんですね。フェニックスさん、現状トップ目のフェニックスさんが親番。裏がパーピン、
ってる方が気持ちはすごい楽なんですよ。開き直れば、かなり開き直れますからね。そうですね、開き直った案外当たらんかったりしますよね。しかない方がすごい気持ち的な楽です。そう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 、うん、さあこれは9ピンを切っていきます。ドラが天杯リーチ通奏と E ピンのシャボ、はい、ジャンピアさん積極的に、うん、先制リーチ打っていきました。通奏 E ピン、まあ、全員がまだもう端牌の整理をしているだけという段階で、通奏 E ピンの先制リーチですね。そのファウストさんとジャンピアさん行くしかないですもんね。そうですね、うん、まあ、行くしかない時の行き方っていうのもまたちょっと、うんうん、難しいんですが、おつもりました、はい、こっちか、よし、リーズも3、リーズも3、マンガン、マンガンですね、うん、3000、5000で、親番が今上がったジャンピアさん、はい、まずは、まあ、フェニックスさんの親を軽く流しましたね、うん、ドラがローピン、うん、手が、うん、お、これ面白そう、不思議な手、お、うんうん、なんといつ、チュンといつ、トンといつ、うん、ウーピンといつ、キューピンといつ、なんじゃこりゃ、なんか高そう、出来上がったら高そうですね、めちゃくちゃ一瞬ぐちゃぐちゃかと思いましたが、かなりの高ハイパイ、うん、お、お、あ、もう、え、曲げへんの、テンパイ、曲げずさっきシャー、ショーシャリン、ショーシャリンドアザーのテンパイですが、シャータンキー、ガマガマ、ガマ喜んで曲げちゃうなあ。さあこれはまあただ出場所があるんで、そのダマにする理由がありますね、やっぱり、うんうんうん、ファウストさんからもしあのリーチして出上がっちゃうとその後が結構辛くなっちゃうんで、うん、さあそしてシャーが今マッチ変えましたね、白一枚切れの白、はい、フェニックスさんの現物、うん、フェニックスさんの現物にしとくとまあ紡ぎ合える可能性は、うん、まあ高いんですが、逆にその受けに回って出るっていうこともないんで、うんうん、それがちょっと難しいところですね。ファウストさんの現物に合わせておくと、まあ、ファウストさんがリーチかけた時にフェニックスさんが、打ったりとかあるんですが、な、うん、ピン、まあ、これでファウストさんもいいシャンテン、はい、さあハクはどこにいるか、深いと追いつかれてしまいそうですね、うん、あーシャアやったら上がってたな、タラレバのシャアがつもぎ合えてしまいましたが、うん、あー白、カタツを飲んで見守っております。あ、リーチ入りましたね。ハウストさんがウッパッソーのリーチですね、うん、さあこのウッパッソーはこれはローソーっぽいですね。いや、うん、切れますよねローソー、うーん、さあこの白炭機ツモならいいんですが、ファウストさんが出ちゃうとちょっと苦しい。ファウストさんから2万4000円上がっちゃうと、掴んだ、でもこれは止まるかもしれないです、ね、いや出すでしょう、うん、あ、出しました、うん、はい、上がりましたね、ファウストさん、はい、リーチ4、5、うわ上がるわ、うん、羽1、うわドラの方で受ける手もあったんですが、積極的に白炭機に受けて補充になりましたね。じゃじゃ今のはちょっと心、ちょっとシャアが熱いですね、辛い、やっぱりリーチ後に見逃しができないっていうルールだとなかなかあのシャア短期この状況でリーチ打てないんですけど、うん、辛いですね今のは。そうですね、あらららら、でトン三曲、親が今上がった、うん、フェニックス、え、ファウストさん、ですね、ファウストさんはなんとか連チャンしたいところ、もう仕掛けましたね、青を仕掛けたのかな、
みんなめっちゃ動き出した、うん、初をポンしたのはフェリックスさん。ハツとチュンが、ハツとチュンがどっちがどっちかわからないですが、ね、チュンがジャンケンさん、はいはい、こっちが、チュンですね。さあファウストさんちょっと手が遅れている。ジャンピアさんはトイトイですね。ちょっとトイトイを意識しながら、まあ、ドーナの Q1 があるんで打点的にはなかなか、うん、はい、ウーソーもドラですしね。お、そうですね、またポン入りました。さあファルストさんもいいシャンテンになりましたが、わ、これペー出てフォージュっぽいですね。うん、そうですね、最終的にはペーが捕まってしまう形。うん、ファウストさんが9番を切ると連鎖が起こっちゃうかもしれないですね。これ三蔵でも白かシャー絶対ね。あ、うん、これで、あ、これでシャーをオープンしてペイで報じるですね。うん、うん、ダメだし、青のみ本一が、あ、ついてない、すみません、青のみですか。先点すればいいと、うん、珍しい先点、珍しい先点ですね。でも積極的ですもんね、フェニックスさん展望持ってるけど、はい、うん、1000点、2000点です、初ペー、あ、ペー、あ、ペー、ね、ペーもか。で、難入しましたね、難入して、難入、親がフェニックスさん、ドラが数ピン。さあ、フェニックスさんは、まあ、この親番、無理はする必要はないですが、うん、あまり大きい親かぶりもちょっと避けたいところですね。どうしていくんでしょうか。ファウストさんは赤がいっぱい、ジャンピアさんもいい手ですね。フェニックスさん手が速い、あの打つのがすごいスピード速いから、うん、すごい速いですね。はい、うん、見えづらい。さあこれで3ピンの方、ファーストさんも上がれたら、あ、仕掛けましたね。お、仕掛けていきました、うん、ジャンピアさんはイーシャンテンですね。チートイツのイーシャンテンになってます。フェニックスさん積極的に仕掛けてイーシャンテンまで行きましたよ。結構遠くからでも仕掛けますね、そうですね、見てたら、まあ、やっぱり親の時はそうですね、皆さん結構遠いところからでも、うんうん、仕掛ける方が多いですね。さっき子供でも結構、うん、強気な打ち方なんでしょうね。結構もうトータルポイントが、ね、はいはい、ありますけど。あ、さあフェニックスさんに、うん、ポンテン、ポンテン、ウッパッソペーのみ、珍しい2000点になりそうですね。うん、2連続チート読み。こちらは受けに回りながらチートイツの固定。テンパイ。さあペンチーピン、これは勝負いきますかね。うん、曲げますね、うん、はい、まあ、チーピンに特に情報はなかったんですが、いきますね。無筋全然皮が強すぎますね。うん、まあ、こうなった時に、うん、ちょっと親は辛いですね、仕掛け。もうでも全通しそうですね。はい、もう受けが効かないんで全通しかないんですが、そのまないですね。チーピンは2枚かな。まあ、ファウストさんに報酬する分にはまだマシです。おお、強いな。強い。うん、1個ドラがつけましたね。3000。3000オール、はい、ずっと積もってますね、ほんと、うん、ドン、ほとんどしてないですもんね。うん、ドラガチュン、あ、あ、良さそう、これめっちゃいい、うわ、いいね、これ
いいね、いや、もう来てますね、ハイパイも寄ってきてますね、ウェーブが来てますね。うーん、わー、ファーストかな、うん、一旦ファースト、うん、なー早いしもうポンテ、もう、うん、サブローピン、なんとも赤か、万眼ですね。いやこれ掴ん、これ振っちゃうとちょっと歯にきますね。おかんせえへん、おおしない、冷静、さすがこの辺りは冷静ですね。もう私しちゃいそうだな、でもまあありますもんね、もう、もうあまりその点数が、まあ、あの5より欲しい場面ではなく、じゃあサピンさんも完成ずしないですね。あのしちゃうと余計やっぱりサブローピンも出にくくなっちゃうんで、トンナン、ドラドラ、マンガン、6000は7000オール、これは決まったか、うん、もう、まあ、この上がりでかなりフェニックスさんを飛ばすのは難しくなりましたね。ですよね、うん、5万点あったらなかなかもう飛ばないですよね、うん、難入してるし。ドラが3ピン、どこがいいかな、どこもなんかみんなあんまりパッとせず、そうですね、ジャンピアさんがちょっとチートイツっぽい赤の多い手ですね。うん、チートイって好きですか？好きか嫌いかで言われると割と割と好きな方なのかもしれない。ああ、そうなんですね。最近の人チートイツ嫌いな人多いです。ですよね、私じゃあ最近です。みんなが嫌ってるほどチートイツ嫌いではないですね。そんなにめちゃくちゃ好きではないですよ。間違い、あんまり優秀にならない。まあ、積もりにくい町にはなりやすいですけど、出上がりを考えるとそんなに悪くないですよね。ジョンピアさん、6球ピンテンパイ入ってますね。6球ピンの、あ、出た、ドアさん、出た、ハウストさんから出た、上がりますね。はい、漫画、漫画直撃を取りたい気持ちもありますが、まあ、まずは親方から、とりあえず、はい、渋い顔しますね。何2曲、はい、さあここからはフェニックスさんは2人の親を落としていくことになりますが、うん、運命の親番ですね。ジャンピアさん、この親番で連チャンしないともうね、優勝決まっちゃいますもんね。ここで上がれないと最終戦が役満条件とか、そういうかなり無茶な条件になっちゃいます。これ厳しいですね。厳しい。いや、あ、国士って言ったんかな。おーっと、国士か、国士か、サーピンから、うわ、ハイパイ。こっちはいいですね。うわ、無駄に高い。でももう連チャンせな、もうそうですね、国士には厳しい。ドダが初ですか、違うな、初ではないですね。ドラが E1?か Q1? どっちだろう、 E1 かな、マンズみたいですが。あ、E1 ですね、 E1 ですね。わ、これ早く厳しいけど上がんないと、いやいやフェニックスさんのオーバーキルの上がりが見れてしまうかもしれないですね。ファーストさんがでも別に軽く、そうですね、ファーストさんが普通の、ね、普通にここで上がって親番に出る展開になるかもしれないです。さあ、いいシャンティ。ちょっとジャンピアさん、これはテンパイもしなさそうですね。そうですね、この手はさすがに苦しい、きつい。9巡目でまだこの手配、いや、いや、
福さんは途中から手が進まない。そうですね。でも一回今日鎮逸上がってますもんね。はい、うん、ちょっと待ちが難しかった鎮逸。そうですね、あれ分からなかったですよね。あ、でもちょっとだけ、うん、ちょっとだけ形になってきました。あ、さあファウストさん、テンパイリーチ、ダブローピン、そう、これで一応いいシャンテン、うんうん、ドア行きます。頑張れ頑張れ。でもわざとフェニックスさん補充してもいいですよね。そうですね、まあ、考え方によっては全然いいと思います、うん、わざと当てたろうっていうのでも、はい、親が来る前に、うん、これはジャンピアさん追いつけるか。そう、赤井さんすごい、はい、いいとこ気づきましたね今。どこですか？僕すっかり忘れてました今。うん、その親に、うんうん、あ、親に来られる前にフェニックスさんが打ってもいいですよね。うんうんうん、お、さあ天杯、うん、行かないとね。でももう終わりやし。あれ、あれ、なんでなんでここで回った。回る、あ、あれかな、天杯取らなくても、え、まあそうですね、天杯取らなくても連チャンできますもんね。ナンバーは9番がもしかしたら2枚飛びですか。あー、あー積もった。もうこれはファウストさんが最後暴れるしか。リーズも、リーズも1、2、3、4、羽根、羽根、羽根4000、8000。うん、うん、フェニックスさんもサブロー級いいピンでテンパイしてる。お、いつの間にかテンパイしてるフェニックスさん、すごいですね本当で、オーラス今条件言われてるのかな。そうですね、うん、最後の親番でもうファウストさんがね、うん、連チャンして2人飛ばしたりとかするしないと。9番は場に生きてましたね、うん、1枚はあのドア表で使われて、なんでだろう、2枚か、あの、うん、残りの1枚はどっかにある。1ピン、うんうん、数ピン切ってリャムピン9番で勝負いくかと思いましたが。そうですね、リーチ曲げるかなと思ったんですけど、うん、結果は変わらずですね。うん、いやー、いよいよ、いよいよ大詰め大詰め、最後ですね。なんかドラマ見せてほしいですね。パッチを使う。一旦持ってきましょうか。はい、そうですね。はい、はい、条件的にはどうなのかな、うん、でもなんかダブル役満とかも。そうですね、ダブル役満ありますし、うんうん、まあ、あの役満のチップもあるんで、はいはい、フェニックスさんからの役満直撃条件とか残ってるのかな、うん、32000。うーん、あれ100万チップで60変わるんで多分届きますよね、うん、届くんじゃないですかね、うん、50差はつくと思いますし、うん、普通の100万直撃で多分ジャンピアさん届くと思います。100万ツモだとフェニックスさんから削れない分、ただ代わりに100万チップが2枚増えるから、うん、100万ツモあたりを多分今計算してると思いますね、うんうんうん。まあファーストさんはレンチャンと。そうですね、レンチャンしてほしいですね、はい、ちょっとはドキドキ感を、うん、ヤクマも見たいし、2人飛ばしをすればあるいはという感じですね、うん、ファーストさん、うん、2人飛ばすためには1回はフェニックスさんから直撃が欲しいところ。でももう直撃絶対振らないじゃないです それやったらもう、まあ三人打ちだと結構警戒しようのないダマ点とかあると思うんで、ジャンピアさんの条件がトリプル直かトリプル4の直撃か役満ツモ、ツモ OK と、ツモも OK、 役満条件ですね。ただあの、まあ、ワイルドカードの目もあるんで普通にトップを取りに行く可能性もある。あ、なるほど。フェニックスさんはひたすら条件クリアで、はい、ファウストさんが上がります。ファウストさんですね、はい、ユミさんのブログ読者になりましたよ、うん、ありがとうございますいい人だトリプル4やったらいけそうですね。トリプル4いけそうですか、うん、大丈夫大丈夫。いや、トリプル、トリプル意外と出ますよ。トリプルは出るんですが始まってますね。4ですか、はい、4 はなかなか、いや、缶ですね。先にとりあえず缶してからリーチみたいな。4はライオンとかですからね、はい、
ライオンとか一発裏さんとか。トリプルフォーだったら役役マドの方だ。こんなに攻められると思わへんかった。ただのトリプルなら。フォーは4枚だよ。英語だよ。まあ、3人じゃんで、そう。トイプ、んトイプフォーなら、もう役曲がり。あ、もうフェニックス早い、これ。うわ早い。うわもう、てか、テンパイじゃん。シャーチャではない。役なし、うん。どうしますかね。外す。リアリスト。うん。まあ、あの、カンパーピンでダマン取るか、外すかですかね。あるいは同層をほぐすって言ってもあったかもしれないですが、これで難しい。チーピン切ろうかな。同層切った。柔軟。いや、なんか、とりあえずレンチャンか、ヤクマンのね、はい、テンパイ見たいですよね。この同層切りとか結構いいですよね。あの、もし上がり入りのローピンを積もっても、シャアを切ってピンフの三面ちゃんに行くやれるんで、まあ、それはそれで大体上がれると。言って OK になっても、まあ、結構上がれるんで、ダイレクトにテンパイを取るよりこっちの方がいいかもしれないですね。さあ、これでリーチ。リーチ、王者のリーチ。決めに来ました。いやさすがにリャンフパッソが強いか。いやファウストさんは、ファウストさんはイシャンテン。あ、ごめんなさい、ヤンシャンテンですね。もうちょっとみんなでね、頑張りましょうよ。おそしてジャンドが出にくい形に。いや後輩強いですね。なんかリャンパスも数えてもないですもんね。もああ積もった。終わりましたね、優勝や。決まりました。最後まで。はい。自力。はい。はい。うん、フェニックスさんの5組は優勝が決まっちゃいましたね。はい、決定しましたね。うん、はい、フェニックスさんは合計ポイント何点ぐらいだ、はい、うん、200ぐらいいったんじゃないです。200ぐらい、うん、あ、そうか、もっとかな。フェニックスさんのポイントはあまりあれか関係ないな、うん、2着の、ジャンピアさんがちょっと点数が少ないんで、ワイルドカードは厳しそうですね。フェニックスさん完全勝利と。うん、鼻をポリポリしますいやもう放心してる、クニさん。じゃあカメラ持ってきます。はい、あ、悲しい、うん、表情が、うん、ね、ね、はい、はい、もう決まっちゃいましたね、5組。うん、じゃじゃじゃよ、はい、カメラ来ました。さっきから来てるのかな。さっきから来てた。うわあ。最後ドラマがなかったですね。そうですね。ドラマなく。ドラマなく。普通に終わりましたね。はい。勝つべくして勝ちました。はい。倒す。いやー強かったですね。そうですね。切るのも早いし、ひたすら積もってました。うん、そうですね、積もってたという印象が。うん、私こう結構リーチリーチみたいな、そうですね、こう攻撃的な、うん、もうとにかくリーチ行ってたんで、はい、はい、うん。やっぱり迷いがほとんどなかったですね。うん、やっぱそっくり行けるところが、うん、ね、あの照射輪の、はい、あの急走短期とは良かったですよね。そうですね。そしてあと棒攻めじゃなく、やっぱりあのトーンが感しなかったりとか、今の一旦テンパイ外しとか、すごい褒めてましたもんね。柔軟なところはやっぱり柔軟なんで、すごい。もう攻めるだけでやると結構できる人いっぱいいると思うんですけど、その中で柔軟なこともするっていうのはなんかなり難しいと思うんで、そういうところが良かったと思います。では、プレイヤーの方々がいらっしゃったみたいですので、はい、はい、戻ってこられましたね。はい、ではファウストさん、はい、お願いします。はい、コーヒー並びてる、はい、コーヒー、すいません、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れ様です。疲れました。疲れましたよね。なんか今日ほんとハイパイとかもあんまり良くなかったですね、全体的に。最終戦の1回前のあの5回戦ですかね、あのイーソーがドアの時の
はい、イーソー3品のシャボでビッキーがなかったと、うん、あの時とかどうでした、うん、やっぱりちょっと迷いました行くかどうか。そうやね、ペン酸素で行こうかな、うん、ペン酸素で行くのもありですよね。うん、でももう親父も入っちゃい、なんとなく街悪いし、はい、勝てるムードじゃなかったからね。あ、うんうん、でもまあね、結局シャンボでいいから。そうですね、はい、イーソー使っちゃってましたね、うん、ねえ、今日でもあるのみんな行くんかな、うんうん、まあ、まあかなり難しいと思うんですけど、うん、まあ勢い乗ってる時はね、はい、ああいうのリーチバッて行ってね、上がれるんやるけども、うん、なんかこんな下り目の時行ってもダメかなって僕は思ってた、うんうん、フリーとかだと結構そのやっぱりあれで行かずに失点を最小限に抑えてってやるのが長い目で見たら多分いいかなと思ったりもしますが、結構その5回戦とかで条件使うのかかってるって特殊な、今回結構特殊な麻雀になってくると、あそこで勝負行くのもいいのかなと思って、ちょっとまあ、はい、ちょうどタイミングよリージ入ったからね。そうなんですよね。あとなんか印象に残った曲とかありました？いやもう全体的にあのなんか2、3回ものすごいええって入ったなと思うのは、はい、あの関三品のやつかな、あれ、ナイトは当然あの国士やってはったんだね。ああ、そうですね、はい、うん、国士無双が、はい、だからもうなんかそのはっきりしてるんかな、だからもう手がなんかもうまっすぐいける手が少なかったっていうかな、はい、これはまあさっきで同じこと言うてるんだけどもね、でもちょっと重かったですよね、うん、全体的に。ハイパイも悪いし、うん、あとやっぱり迷うテンパイが多かったりとか、うん、すんなり位置に行けるような手が動かない、はい、そのままやもんね、うん、ツモも悪いからね、ハイパイ悪かったのはツモが良かったらね、そうですよね、そこそこ戦えるかな、うん、でもすごい守備力が高くて全然宝珠とかが、うん、そうです ね、ほとんど宝珠なかったからね、うん、補充ありました？なんか1回もなし、だからもう1回もなしついてないというか、うん、3人打ちで6回半チャン打って1回も補充なし、それすごいですよね。守りの神みたいな、とんでもない、はい、守りの神うん、守りの麻雀勉強になりました、うん、そう勉強になりましたって来てますよ、はい、コメントが守りの麻雀勉強になりました、無補充すごい、はい。ではお店の PR してもらってもいいですか？あ、そうですね、はい、いろんなイベントね、はい、しょっちゅうやってますんで、うん、まあぜひ立ち寄ってくれたら、1日のイベントもあるし、うんうん、あのロングイベントもあるし、はい、あとまあ、旅行券とかいろいろ出してますんで、ね、うん、旅行券連勝とか100万レースいろいろやってますんで、うん、はい、ぜひ近くまで来たら覗いてください、はい、すごいいいですね、旅行、はい、旅行行きたい、なんか1位で旅行プレゼントみたいな、うん、そんな感じのイベントですね、連勝の、連勝なんですね、それ、はい、連勝記録、連勝記録で、あの月間トップとかそんな感じですか、まあ、ハワイとかね、ハワイ、海外激アツイベントですね、はい、じゃあ姫路にね行った際はぜひぜひ、はい、ファウスさんに、はい、皆さん遊びに行ってください、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、それではジャンピアさんお願いします。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、はい、うん、お疲れ様でした、どうでした、はい、残念な結果ね、いやいや最終戦結構勝負曲とか多かったんですけどね、うん、最後の、ね、うんうん、勝者陣直撃を狙って、そうですね、あのシャーマンキか白炭キかみたいな、あれやっぱりあのリーチはできない状態だったんですよね、あのファウストさんからもしリーチして出ちゃうと、まあ、条件満たさないまま終わっちゃう可能性もあるし、で、ね、山越しの城を変えて、はい、また再度引いてくれるのを願ってたんですけど、はい、残念でした。最後条件あると難しいですよ ね、こっちから出たらとかがあると、でもほぼ、うん、あの、はい、4戦目のダブル飛ばしで、うん、ほぼ決まってしまいましたね、あれがあまりにも大きかったですね、もうそっからはね、うん、
条件が厳しくなりましたから、うん、ここからだいたい今あの残ったメイクさん、うん、ファウストさんとジャンピアさんが、うん、2連勝条件みたいな感じになっちゃったんで、うん、あ今トータルポイントを上げました、はい、あ最終結果が今このトータルポイントですね、うん、はい。いや、お店と今日打った麻雀とはルールって違うんですか？あんまり どんな感じですか？花出しは似てるんですけども、うん、はい、まあ、振り点がダメっていうのが大きな違いですね。あの、ツモだけじゃなくもう振り点自体が上がれない、うん、はい、振り点同時にツモは一切上がれないルールにしてます。ペッペはパンパイ、はい、パンパイで、お、じゃあ結構一緒なルールで楽しめるんですね、はい、とラクジャンさんと、はい、混ぜたようなルールです、ね、混ぜた師匠と弟子で混ぜてなったような感じですね。うん、お店の PR とかしていただいてもいいですか？はい、まあ、先ほども申し上げましたように、はいはい、もう非常に明るく楽しく、うんうん、もう和気あいあいと麻雀してますので、うん、はい、ぜひ、神戸にお立ち寄りの節はジャンピアに遊びに来てください、はいはい、行きましょう。ボートついでにも、はい、はい、昼からなんか近くの酒屋さんとかも空いてるんですよね。そうですね、うん、あの辺はこの間、うん、はい、ね、行ったんですけど、だからいっぱい新海地ってラウンド1もあったりね、いろいろ遊ぶスポットもあるんで、ついでにいろいろ遊ぶ中に、はい、はい、はい、ジャンピアさんが、はい、はい、はい、皆さんぜひ新海地に行った際は、遊びに行ったらダマはやめてねって遊びにお客さんいっぱい来たらリーチしてあげてください。いや、リーチして、うん、裏を取ると、はい、よく被害をかけますんで。確かに、はい、優しいですね。闇で小さく上がります。優しさの闇、はい、わかりました。ダマで上がられたい方はぜひジャンピアさんに優しい麻雀を一緒にね、はい、アットホームで、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、それでは1位で優勝しましたフェニックスさん、どうぞ。はい、え、はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？いや、そうですね、まあちょっと途中途中ダサいのあったんで、うん、ダサいの、はい、ありました？そうですね、あのまあウーピン積もるの遅かったやつをダサかったですね、うん、あー、はい、なるほど、鎮痛ですね。そうですね、あれマジめっちゃ難しかった。まあそうですね、でもちょっとダサいっすよね。まあまあまあ、一巡前にチョークを入れたらよかったんじゃん、確認。まあそうですね、まあもう本当にすいません。いやいやいや、なんかあれリーチ打っちゃうとちょっと怖いですか、うん、リーチ打っても、うん、私も打たれへん。いや、まあそうですね、はい、もしもあったら最悪ですもんね。うん、そうですね、ちょっとビクビクしながら、はい、やってました。いつかこれ、はい、どうぞ。すいません、2回目、はい、ツイッター始めました、小川俊樹と申します。フェニックスで働いてる小川俊樹です。フォローしていただいた方はですね、うん、ご来店していただいたらですね、うん、僕が店でめっちゃ話しかけます。そればっかりやん。あ、2回目、すいません、2回目なんですけど。若い。そうです、24歳です。北海道から出てきました。どさんこ？どさんこですね、うん、関西弁でもないですね。そんなに違和感ないですよね。そうですね、なんか、うん、1年いるんで、ちょっともしかしたら染まってきたかもしれないです。あ、めんこいとか言うんじゃない？めんこい言いますね。かわいい、はい、なまら、なまら、なまらめんこい、めっちゃかわいい。縛れるとかですね、冬縛れるとか。縛る、寒い、寒いとか縛れるですね。縛れるは初めて聞いた。最終兵器彼女っていう漫画でちょっとだけ覚えました、うん、ちょっとわからないです。聞いたことある、なんか多分有名ですよね。割と有名な漫画です。あ、本当そうです。なまら関西弁ですよって聞いてる。お、よかったね。どうですか？わかる。うん、やば、北海道売りにしてるんですけどね。あ、そう、北海道、うん、でっかい道。え、ちょっと滑るから笑ってよ。うん、で、お店の PR じゃお願いします。あ、お店の PR ですか？もうさっき一回途中でやっちゃったんですけど、はい、はい、あれです、うん、まあ、滋賀にあります、楽しいです、はい、来てください、ぜひ、うん、どうですかね、もういい。あと、あんまり何も、うん、あれなんですけど、ないんですけど、まあ、とりあえず楽しいです。今日の麻雀のなんか決定打的な曲とか、今日の麻雀の決定打ですか、うん、これで勝ったみたいな曲があったら、
いや結構点数競ってたんで、全部なんか勝負でしたね、うん。まあ最後の方でもあの3ピンチにつやってたんですけど、3ピン刺してもよかったかなと思ってましたね。あの展望がちょっとあれだったんで、あのそうですね、ジャンピアさんに終わりに行くよりはその前に、そうですね、かなっていうのはちょっと、はい、でもなんかあので僕がちょっとピンズだったんで、まあ染まってることもないかなって考えたら、その打点ないと思って3ピン打とうかなと思ってちょっと止まってたんですよね。はいはい、でもまあやめときました、とりあえず、うん、まだ安牌もあったんで、はい、やめときました。行った方が良かったと思いますか？どうですかね、まあ、あの最終的にその打ち込んだ後に条件がどうなるかっていうのはちょっとこっちで把握できなかったので、ああなるほど、それでまあもし倍満、3倍満つも条件ぐらいになっちゃうんだったら打たない方がいいのかなと思います。そうですね、あとまあ親番最後回っちゃうのも嫌だったんですよね、はい、結構ポイント離れてたんですけど、うん、っていうので、まあちょっと固まったぐらいですね。強かったですね、はい、うん、ありがとうございます。ご押し引きも良かったって、うん、いやトンも、うん、まあなんかかなり平地でガンガン行ってるけど、うん、やっぱりトンを感しないとか、最後テンパイ外しとか、うん、柔軟なところがあっても、うん、すごい褒められてた。あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、後輩なのになんか強すぎてありがとうございます立場ないなでもまあはい、今日1位通過でおめでとうございました。 ありがとうございます、はい、それでは滋賀に行った際にはフェニックスさんにお願いします。ぜひお願いします。はい、お疲れ様でした。滋賀に帰れます。はい2回戦頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、はい、15時50分か30分後、はい、30分後に、はい、次は5分かな、うん、6組の姫路のてんこ盛りさん、江坂さん、東大阪俺のジャンソーさんの対局となります、はい、30分後に戻って見に来てください。もう一度、はい、はい、チャンネルはこのままで、まあ、30分後に、はい、放送を再開いたします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい。